画面の前の皆さん、おはようございます。こりつなです。ということで、今回は、まあ、前回、好評だった、また簡単系のね、ゲーマー飯、作っていこうと思います。まあ、前回、朝から油そばって言いつつ、まあ、今回もちょっと朝から、コンビーフ丼ですね。これもね、昔ね、ネットかなんかで見たやつを若干工夫を超えて、僕がよく作るレシピなんで、まあ、トータルででも2、300円ぐらいで作れて、2分ぐらいで作れるんで、まあ、よかったら、一人暮らしの寂しい男たちは真似してくださいって感じですね。まあ、割と夏には結構おすすめのレシピになってるんで、まあ、別に冬でも全然問題ないんだけど、まあ、ぜひ、作っていきましょう。特に喋ることねえわ。作ります。はい。じゃあ、作っていきましょう。まずは、きゅうりさんですね。まあ、1本丸々使ってもいいし、2分の1でも、どっちでもいいと思います。はい。まあ、好きな人は丸々1本ぐらいだったら平気でペロッと食べちゃうからね。まあ、その辺は好みの量って感じで、まあ俺は今回は半本でいこうかなと思います。細切りにしちゃってください。最近このまな板が動くのがすげえやりづらいんだよな。よいしょ。ちゃんと固定しやすいまな板を買えばよかった。まあなんか下になんか濡れたダスターとか敷けば問題ないんだけどね。はい、そんなわけで、半本分細切りにしましたよと。で、まあこれをもうボウルに入れちゃいます。こんな感じですね。で、そしたらここにこちらのコンちゃんを、ぶち込んであげるという感じですね。超イージー。ペッペレーピンボケーピンボケー。オッケー。なんかこういう栗のアイスあるよね。で、まあ量なんですけど、コンビーフちゃん自体は味結構濃いんで、まあ半分ぐらいでいいかもしれないね、一缶の。それでまあ一食分は十分かもしれんと思うわ。ただ好きな人は全部一気に使っちゃって問題ないと思うよ。で、まあ適当に崩しちゃいます。コンちゃんといえばガンバ大阪のコンノってまだ現役でやってんのかな。めちゃくちゃなんかいいセンターバックだった印象があるんだけど、果たして誰か教えてくれ。 J リーグやってる、 J リーグ見てる人、やってる人いたら教えてくれ。やってる人も俺たちのごま油、ごま油はまあ大さじ1ぐらい入れちゃっていいと思うわ。俺たちのソーミジャンタン、まあソーミジャンタンはちょっと少なめでいいかも。どのみちコンビーフ自体そこそこ味ついてるんで。はい、で混ぜた感じがこんな感じです。でもうこれでもうほぼ完成なんで、米をチンしましょう。で米をチンしてる間にお決まりの卵黄ちゃんを準備してあげます。まあこれがあればね、マジでどうとでも見た目は何とでもなるわ、ガチで。あちちちちちちバルス熱い、あっちマジでファック。じゃあ、丼ぶりと貸していきましょう。どーん、もう、なんだろうな、特に見た目にはこだわってないので、まあ、若干、畜生の、犬猫畜生の飯に見えなくもないが、まあ、気にするな、その辺はな。で、真ん中に卵黄を乗せてあげると。はい、そんなわけで完成です。きゅうり、コンビーフ、卵丼。はい、めちゃめちゃうまいっす。簡単です。おすすめ、いただきます。へえ。そんなわけで、いただきます。映ってっかな、相変わらずなんか白飛びしてる気がするけど、いただきます。うまいっす。やっぱキュウリのシャキシャキっとした感じって夏にやたら食べたくなるよな。わかる、この感じ。なんかシャキシャキしてるだけでさ、夏って良くない。超適当なこと言ってるけど、うん、うまい。崩すか、真っ白で何も見えねえな。前は卵を崩します。おら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 、どすけべー、なんも見えねー。まあうまいに決まってるわ。うん、バコルドーン、ボールを相手のゴールにシュート。ごちそうさまでした。ということで、まあ、特に喋ることもなかったんで、もぐ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 食べてたわ。まあなんかやっぱなんだかんだ思うのは、ツイッターとかでバズったこういう簡単飯のレシピって鉄板というかさ、外れないよな。マジでそう思うわ。なんか自分で結構作るのめんどくさいって思っちゃうかもしんないけど、割と真似して、でそこにちょっとオリジナリティ加えてみるみたいな、マジでおすすめなんで、まあ俺もこれからちょっと
そういうね、簡単なレシピもっと出していけたらなと思うよ。まあそんなわけで前回みたいになんか雑談で話したい内容があるわけでもないので、この辺でお開きにさせていただきます。そんなわけで、お疲れ様です。アリーベデルチ、オスポン。